よろしくお願いします。お願いします。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。品川庄司の庄司です。よろしくお願いします。いやもう日々お忙しいですね。いいえ全然忙しくないですけど、はい、このチャンネルになんかね、何も出演していただきましたけど、はい、ちょっと今日はまあ、お呼びしたわけですけど、はいはい、理由分かりますか。全く分かんないです。分かんないですか、はい、寂しいというか、東のデニムでも一緒にやってるし、はい、登山もやってるじゃないですか、はいはいはい、寂しいです。寂しい、はい、ハゲネタするんやったら言ってください。ハゲネタ寂しそうです。なんかインスタ、庄司さんのインスタフォローしてるんですけど、なんかこう風が強風が来て、なんか髪の毛が伸びてすごい顔にかかってるんですけど、もうハゲネタじゃないですか。もう、もうこれやりだしたんやみたいな。ミキティとハゲネタの両面で40代過ごしていこうとしてんねんなっていうのがもう見えたんですよ。でだから髪の毛も言うたらマスクマンみたいな、セミロングにしてより、それは聞いたことがあったんですけど、はい、髪の毛伸ばしてる理由って俺それしか考えられないと思うんですけど、どういう理由で始めたんですか。別にそう取り調べじゃないんですけど、もともとは普通に筋肉芸人界に挑発がいないなって、なるほど、もういろんな筋肉芸人が出てきて、もう M1 チャンピオン筋肉芸人もいますし、はいはいはい、2人いますからね。ああ、そっかそっか。はいはい、マッチョ芸人で差別化っていう意味、差別化っていう意味ではちょっとこう髪の毛長い方がなんかちょっと、まあ、ポジション的にもあるかなと思って始めたんですけど、はい、同時にその頭皮の進行の方が、うん、それは予期せぬ出来事やったんですか。予期せぬ出来事でした。マッチョ芸人の中のその挑発がいてないところで、はいはい、そこで会いに行ったら、年齢加齢から来る、そうですね、毛量 の、 低下、はい、でなんかどっかで受けたんですか。受けてないです。そのなんかこういじられて笑いになったりとか、なんかそれが一人でこうなんていうんですか、ロケ行くことが多いんですよ。多いです。で一応現場ではこうロケなんで風が強く吹くときに、オープニングとかね、オープニングで、はい、おいちょっと風、いやちょっとやめてくれみたいな、はい、おいちょっと聞いてないぞみたいなことをやってるんですけど、あ、なるほど、放送されたことないんですよ。はい。でこうおかしいなと思って、うん、ちょっと自分からそういうハゲもいいんだぞっていう、庄司もだい庄司で大丈夫だよっていう、いじってもらってもいいんですよっていうディレクター、なんか年下ディレクターが、はいはいはい、だからカレー芸人における気づいたら全員、言うたらスタッフが全員年下ですし、はい、でミキティの言うたらイクメンっていうのを言われてるから、はいはいはい、ハゲいじりはダメかなと思って、はいはい、編集でカットしてると、そう思ってたんですよ、うん、なんで、インスタで、いや気使われてんのかなと思ったんで、まあ、インスタぐらいからちょっとこう OK だよっていう。なるほど、ちょっとそれで攻めていこうっていう感じなんですよ。そうなんですけどね。で今その話聞いた時に、はいはい、ロッチの中岡と被ってるじゃない。印象は、そうですね。ロッチの中岡と何が違うかったら、ロッチの中岡は孤独な中年、でこっちは、言うたら、気がきついけど綺麗な奥さんと子供がいて幸せな、生活してるっていうところやけど、芸風はほぼ一緒みたいな。だからいや、それは気づいてます。コメント欄とかでも書いてる、中岡じゃねえかとか
そっかーって、あ、申し訳ないことしてるなっていうのはありますね。でもそこはもう中岡君に申し訳ないけど、そんなつもりなかったと。そんなつもりなかった。たまたま筋肉芸人の挑発部門を頑張ってたら、加齢による毛量の低下で、そうですね、決してパクってるわけじゃないしっていうところです。あ、あと一つちょっと、まあまあそのいいよっていう、まあまあ合図でもあるんですけど、こうインスタグラムって私生活をこうちょっと載せるときに、どうしてもまあ普通の家族写真とか載せるんですけど、なんでしょう、こう幸せ満点の写真になりがちで、なるほど、悪気がないけど、はいはいはい、気づいたらめちゃめちゃ幸せとか、はい、リキティとなんかクロス食い、はいはい、クロス食いしてるけど、別にそれはまあやるけど別に、そうなんですよ。 でも客観的に見たらすごい幸せそうな写真で、なんか自慢かよとか、うんうん、なんだよそれ、幸せアピールかよとかって言われがちなんで、ちょっと僕のハゲでなんとなくこう超なるほどね、はい、あのバッシングというか厄介みたいなのも、はい、でもこいつハゲって言われてるからね、ね、あのプラスマイナスだ、あのだからこの吉本の本社でも言いづらい言いづらくないですプラスマイナスゼロにしろってないっていう、なんとなく、はい、あ、こいつハゲてるもんなとか、あ、庄司だもんなみたいなところに言ってほしいんでしょ。そうそう、言ってほしいんですけど、なんかちょっとこう幸せな感じをずっと続くと、はいはいはい、ちょっとだから、お笑い芸人庄司としてはちょっとそうなんですよね、毛量が少なくなって、はいはいはい、薬飲む人、あ、はいはい、いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、薬は飲もうとは思わないですか。薬はちょっと、はい、なんかその体のことが、まあ、まあ筋肉とかもあるので、ちょっとそこら辺の、まあ、まだ分かんないですけど、飲んだことないから分かんないんですけど、なんか体の変化があるとちょっと筋肉芸人としてっていうのがあったんで、まだこう抑えてるんですけどね。小杉路線行くわけですね、ブラマヨの小杉路線。いや、もうあそこまでは行けたらもう最高ですけど、まだまだもう本当に僕はもう麓中の麓なんで、あ、絶対ですから。最終的には小杉さんみたいな毛量になっても、もう全然本人的には OK。それで、あの、みんなが笑ってくれたら OK なんですね。いや、ちなみに、はい、薬って昨日たまたま今田さんとご飯食べる機会があって、はいはいはい、で、香港さんもいらっしゃって、はいはい、で香港さんが今田さんの顔見て、お前顔ツヤツヤなんて、はは、お前なんか顔いじってんのよ、いじってねえよって言って、ははで香港さんが、何やろお前の髪の毛、カツラ、カツラかお前ってガサツに、ガサツに言い張ったんですよ。お前カツラか、お前なんかしてんのかとか言って、はい、いや、してへんしてへんって言って、今日ね、昼間にあの美容室行って、はい、あのちょっとこうパーマ当てて、はい、で、ガッチリ固めてきたの。で、あの、今はだからそういう錠剤をちょっと飲んでる。あ、そうなんですね。だから予防というか、なんでも、だも時すでに遅しになったらあかんから、はい、結婚もされてへんから、はい、常に飲んで、バッチリ髪の毛固めてるっていう、っていう、まあ、人も多いじゃないですか。髪の毛がはげてしまったら、はい、ちょっとあかんと思うけど、こっちはもう全然いいの、もう。あ、そういうことなんですか。いや、それをちょっと今日聞きたかったんですよ。何聞きたいんですか。いや、だから人がハゲネタするってなんか覚悟を持った瞬間みたいな。いや、いろいろみんなあんねんなと思って。いや、それはだから相談する人いないけど、庄司さん品川は映画撮ったりとか、相方やからメントルなんて言わへんし、で、言ったら、論文の淳君も、はいはい、もう多分そんな悩み相談されてもよう分からへんと思う。そうそうですね、もう、そう、もっと違うところに行ってるから、はい、はい、違います、はい、で、なおかつ関西の芸人じゃないし、うん、東京の NSC の最初やから、はい、相談する人が、ね、極楽の山本さんも今自分のことで手いっぱいやし、そうですね、そういう意味で言うといないんですよね。だからもう自分で、いないですよ、自分で考えて自分からこう発信して、はい、昨日ナダルと現場一緒だったんですけど、はい、ナダルが楽屋で、あれハゲてませんかって言ったぐらいで、あ、ナダルぐらいですね。だからあのガサツなナダルが少しこう先輩やけど、はい、ちょっと言ってくれる、はいはい、じゃあこれ例えばこれ見てる吉本芸人の庄司よりも後輩でも、はいはい、兄さんもうほんま必死でハゲようとしてませんみたいないじり方しても OK ってことなんですね。
いや、そんな、それは難しい。それ難しいですか。いや、OK です。あの、えってか、ムッとしたりもしないですか。あ、しもう、それはもう全然、全然ハゲに関してももう全然、ハゲに関しては全然、はい、どう言ってもらっても、はいはいはい、あの、ハゲ野郎、挑発ハゲ野郎って、あ、全然、それはもう全然問題、はいはい、全然もう、もう解禁してますので、インスタグラムでハゲネタっていうことね、はい、いや、だから次じゃあもうロッチ今度呼んどくわ、こう思った時俺の YouTube 出て言うんで。あ、そうですね、だからロッチに一応おかげ言っときたいもんね、ロッチの中岡に。そうそうですね、だたまたまこうなっちゃったけど、お互いフォローはしてるんですよ、インスタグラムも。ロッチ、そうか、ロッチの中岡もだから向こうなんてメジャーな一滴言うで始めたやつ。そうそうですよね、まだだから俺はまだ本当にインスタグラムでしかハゲてないですから。そうよね、だから向こうドメジャーなハゲネタやから、はい、敵はすごいね。そうなんですよね、これだから髪の毛は どうしたらいいですかね。そのロッチの中岡は普段縛ってて、うん、縄文人みたいな縛り方してて、ほんでいざ仕事っていう時にはそれをほどいて、ほんで強風とか水とかほんでなんかあとなんかのこんなダサいメガネあんねや、どつきのやつをかぶって、うん、はい、かけてやってるから向こうはプロやで。そうなんですよね、だから僕が今目指してるところはカッコつけてるのにハゲてっていうのを。ああ、なるほど、分類としては、はいはいはい、決してだからその自分からダサい方に行くんじゃなくて、はいはい、15年前めちゃめちゃモテてた、はい、でも今はもうえらいハゲ散らかしてる。そうですね、っていうのですよね、はいはいはい、ちょっと難しいんですけど、ちょっと笑ってもらう、はいはいはい、っていうところ難しいなこれ。だからアメトークのなんか風みたいな強風の時に突き進んでいくやつあるやん。あ、はい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 、あれは出てるの。あ、出てないです。え、あれだからアンガールズさんが。そうですね、本当に出て、はいはいはい、髪の毛とかうわーってハゲ散らかして笑い、悲鳴、はい、悲鳴が上がるほど笑い取ってるやん。そうですね、あれ羨ましいですね。アンガールズの田中、アメトークと、はい、ロッチ中岡の一滴級、はい、これは正直大至急なんか戦闘まさかあの二人が師匠になるとは思わないですね。そこ、はいはい、でやってることはそこやから。そうそうですね、第一歩今踏み出したってことなんですよ、はいはいはい、じゃあちょっと見てるね、後輩芸人はいじってもいいし、いいですね、もしかして業界関係者でリアクション誰か欲しいなっていう時はもうぜひ生じようと、はいはい、そう、全然カメラ寄っていただいて構わないんで。あ、なるほどなるほど、嬉しいですね。とか髪の毛とかにこう指でこう手ぐしでやったらもうすごい髪の毛が落ちついてるとか激しいな桜井くんみたいな描写は、はい、排水口とかは詰まったりしてんの。めちゃめちゃ詰まってますそれはミキティじゃないの、もう明らかに。ミキティじゃないです、もう明らかにそのまとまった排水口から毛を取ってきてもうって言われます、ミキティもう詰まるって言って、はいはい、もうちゃんと捨ててよ自分のはっていうふうに言われるぐらいから、じゃあ、いや、なんか今納得しました。それだけ聞きたかっただけなんです、今日は。忙しい。いや、なかなかこのハゲネタを覚悟した時の一歩目を捕まえる人いないんですよいや、だから今このご時世あんまりなんかこう、そうですね、ハゲいじりとか、ね、ルッキズムだとかなるから、はい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 、気に使うんですけど、一応確認というか、はい、まあ、見てる方はね、またなんか人の見た目言ってると思うけど、一応俺なりの一応エチケットとしていいんですね。あ、いいです。でハゲ野郎で、ハゲ野郎でもう全然言ってください。もう東野さんが言っていただけたらもう皆さんに みんなでね広めてっていうところやから、はい、よかったよかった、ありがとうありがとう、本当に面白かった。なんかあそういうでもやっぱ見るとやっぱ男前なんですよね、こう乾いてる時とかは、はい、そう乾いてる時とは、はい、でもね、でもやっぱイケメン芸人ですから一応でも今、はい、よう見たら、はい、なんで挑発なんやろってどれぐらい伸ばしてるんですか。これもう2年ぐらい、2年前からの計画やったんですか。徐々にそこう来てたんで、なんとなくこう走り出しては見たんですけど、こっちの方が進行が早いですね、かなり早い、はい、毛が伸びるよりも
ハゲの進行の方が早かったですね。っていうことよね、はい、で最終的には小杉さん目指すし、アンガーズ田中、ね、ロッチ中岡の、はいはいはい、今この2人がトップ走ってるから全然あの遠いですけどね、まだ、うん、はい、背中は。で薬飲むと筋肉のちょっと変化が怖いから飲まない、はい、飲まない、はい、わかりました。ちょっとね、挑発が口に入って大変そうですけども庄司さん、ありがとうございました。ありがとうございました。